して風が強いんですけれども、そんな中このお祭りに皆さん来ていただきまして本当にありがとうございます。あいにくのねお天気ですけれど もうステージでは地元アーティストの方、また地元の中学校の子たちが演奏をしたりとか、出店でもね美味しいものたくさんありますから、ぜひ皆さん楽しんでいってください。あとね抽選会もありますからね、お買い忘れのないように。ではただいまよりみずほ夏祭り2019開会式を行います。本日司会を務めます野上優衣子と申します。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではまずみずほ夏祭り実行委員会 副会長峰慎介が開会宣言を行います。では続きまして、みずほ夏祭り実行委員会会長増田克美が皆様にご挨拶申し上げます。それでは来賓の方を代表いたしまして、雲仙市長金沢秀三郎様にご挨拶を頂戴したいと存じます。ありがとうございました。次に長崎県議会議員徳永達也様にご挨拶を頂戴したいと存じます。ありがとうございました。続きまして、本日ご多忙の中お越しくださいましたその他のご来賓の方をご紹介いたします。本田隆弘雲仙市瑞穂総合支所支所長、ありがとうございます。では最後に瑞穂夏祭り実行委員会副会長山口照夫が閉会宣言を行います。以上をもちまして瑞穂夏祭り2019開会式を終了とさせていただきます。ありがとうございました。さあ皆さん、この後のプログラムをご紹介いたします。この後6時45分からは瑞穂中学校吹奏楽部の演奏です。そして7時15分県内を中心にウクレレの先生方で演奏して活動していらっしゃいますしんさんと、東京発瑞穂町在住のトリフォンザグルーヴというギターをされているシンガーソングライターの方2人のコラボレーションでこのステージ盛り上げてくださいます。時間は7時15分からです。そして7時45分からはお楽しみ抽選会、ステージのね後ろにあるんですけれども、今年も豪華景品がありますよ。テレビだったり自転車だったり DX だったり、合計111本の景品ご用意しております。抽選まだね受け付けてないわという方、ぜひテント下で抽選券をねご購入ください。そして8時20分頃からは追悼セレモニー、そして夜の9時からは花火の予定となっております。それではまもなく瑞穂中学校吹奏楽部の演奏が始まります。よろしければねお父さんお母さん、そしてお友達、ステージ前ギリギリまでねぜひお集まりくださいね。遠慮なさらず皆さん、携帯のカメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラを持ってぜひステージ前お集まりください。すぐ目の前で子供たちをね応援していただきたいと思いますよ。ぜひ目の前でご覧ください。では準備ができますので今しばらくお待ちください。楽しんでいらっしゃいますか？この後ステージ7時45分からはお楽しみ抽選会があります。111本の景品が当たるんですけれども、皆さんもお楽しみ抽選会券は購入されました？まだという方、皆さんまだという方、締め切りが7時30分です。あと20分です。まだお楽しみ抽選券購入されてないという方、皆さんから見て左手のテント下で販売しておりますので、どうか7時半までにご購入ください。さあここからステージではシン&トリフォンザグルーヴのお二人に演奏していただきます。今まさにステージに2人立っていらっしゃいます。皆さん大きな拍手でお迎えください。はい、どうもこんにちは、こんばんは、瑞穂町の皆さん。はい、じゃあ、どうですか？いいですよ、どうぞどうぞ、盛り上げてください。ごめんなさい、ちょっとじゃあ、はい、フライング大丈夫？全然大
丈夫ですよ。全然大丈夫か。よし、はい、分かった。はい、じゃあ改めまして、トリップオンザグローブ、グルーヴ、大ちゃん、そしてウクレレプレイヤーシンです。シンです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。まず一体お二人がね、どんな活動を普段してるのか聞きたいんですけど、シンさんは。はい、私はですね、はい、長崎県内ですけど、いろんな、ね、ワークショップをやったり、あと、ドライブやったりとか、そんな活動をやってます、はい、あと、はい、ウクレレの先生をされていたりとか。あ、そうですね、はい、ウクレレは、ですね、教室はですね、長崎は、未来長崎ココウォークの5階とか、あと、西洋館とかでやってますね。 KTN 文化サークルって言って、うん、そちらの方でも、木曜日やってます。もう長崎県内で担当されているということ。 あとこっちでもやってた。こっちでもやってます。こっちでもやってます。ね、月曜日と水曜日は島原の方でやってます。私、出身がですね、はい、島原なんですよ、はい、なのでちょっとね、島原もちょっと盛り上げたいということで。すごい、はい、ウクレレ、ギター、ベース、いろんな楽器やってます。いろんな楽器やって、いろんなところで先生もやってて、すごい体がいくつもありそう。ね、うん、そうですね、まあ、影武者が一応3人ぐらいいるんですけど。3人ぐらいいるんだ。とりあえず、はい。そしてトリポンザグルーヴ、はい、はい、普段どんな活動をされていますか。普段は、最近はこういうやはりお祭りとか、はい、先日も諫早の八坂神社の祇園さんに出させていただいたりとか、あと FM 諫早の方で月に1回なんですけど、第1火曜日にちょっとコーナーをさせていただいてたりして、そういうようなのを、ぼつぼつと、地域に根ざした活動をですねしていこうかと思って最近してますね。瑞穂町出、東京出身で瑞穂町に在住ということで、はい、トリポンザグルーヴってどんな意味なんですか。というのは、トリップオンザグルーヴなんですけど、うん、なんていうんですかね、音楽だけで、僕はお酒とか飲まないんですよ、うんうん、だから純粋にこう、ライブハウスとかフェスとか行ったら、お酒飲んで楽しむのももちろんありなんですけど、僕はなるべくこう自分の音楽だけで旅体験というか、おグルーヴに乗っかって、グルーヴってノリとかね、そういうものなんですけど、そういうのに乗っかってこう、旅するような体験をできるような曲を作っていくミュージシャンになりたいなって思いを込めて、トリポンザグルーヴって名前でしてます。なるほど。普段ねソロで活躍されているお二人が、今日は二人ここでコラボするということで、はい、皆さんもね旅するような気持ちでぜひ聴いてほしいですね。はい、はい、ということで早速演奏していただきましょう。新案のトリポンザグルーヴのお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。